ね、近畿だらけでしょ。で、近畿の、ね、浩平さんもいてて、近畿4人いてるんですよ。4人中3人自力なんですよ。ね、4社並べばこうなっちゃうし、V 制だったらこうなるし、ちょっと分かんないですよね。まあ、どちらしろ自力は自力です。そうですね。うん、そうですね。まあ、初めて9社なんで。そうですよね。はい、いよいよ、いよいよ。とこさん、はい。とりあえず主導権だけは取れるように頑張りたいです。一応、上のレースでは、やっぱりバックは取ろうと思ってますか、ね、そうですね。やっぱチャレンジはちょっとかましが多くなったんで。ですよね。はい。まあ、A 級になって9社になったんで、うん、まあ、しっかりとした競争ができるようにと思ってます。まあ、あのメンバーとか、その並びのとかによってちゃんと抑えて1周半とか、そうですね。はい。考えて。ね、チャレンジはほとんどもうカーンでしょうね。はい、とりあえずまあ上がって、上に上がって、そこからですよね。はい。その辺は師匠からも言われてるんですか。いや、それは特に言われてないですけど、うん、はい、まあ、僕はまだまだ力ないんで、はい、なんかね、原田一門はみんなこうパーンと上に上がってそうですね、やっと目立ってるんで、みんなね、はい、うん、じゃちょっとまたね、あの来てからいろいろ話してってことですね、はいはい、お願いします、はい、しかしあれですね、こう松田が7月でしたっけ、はい、そうですね、で年内でね、1、2班の賞、ね、が上がってきて、次来るときは S 級になっちゃうぐらいに、いやいやいや、全然もう力及ばずです、はい、まだまだ全然力ないんで、はい、旧車のレースっていうのはある程度イメージみたいなのができてますか。そうですね、でもやっぱ VTR とかでは結構見るんですけど、まあ実際走ったことがないんでまだ全然わかんないですけど、まあきっちりと主導権だけは取りたいと思ってます。まあ、メンバーが、ね、多い分どういうところを気をつけようと思ってますか。そうですね、こうパニックに陥らないように落ち着いて競争したいと思います。そうですね、はい、それは坂井さんとか堀さんともいろいろ話聞いてるは特にはしてないですね、はい、ある意味ね、旧車って言ったらレインボーはあってるけど、レインボーとはちょっとまた全然違うからね、はい、本当にね、まあ、多分でもレインボーで上がってきて注目は多分されると思うので、あ、はい、お客さんの期待に、はい、そういうようなパフォーマンスをお願いします、はい、頑張ります、はい、ありがとうございます。